別に消防車を取りに来たわけではありません。この小ポタラ宮の中に、生き仏様がいらっしゃいまして、で私はそこで、お祓いというか、まあ頭を撫でていただいて、こういう数珠をいただきました。本当にありがたいですね。5元です。失礼な話ですけど、5元でああいうことをしていただけるとは本当ありがたいです。見てください、この大しい山。もうこれはもうたまりませんね。オフシーズンに来るべきですね、観光地は。まあ中国人とかも当然一大観光地と言っていいのか、まあここはお寺の中ですからね。カラスはチベット族の中では神聖な鳥ということで、漢人日本人みたいなところから嫌われてるのとは違いますね。ちなみに、この人がガイドのテイさんです。いやー素晴らしい。こうやって変態をカラスが組んでますね。